SG 第54回ボートレースクラシック初日オープニングカードを勝ちました松本明恵選手です。一着おめでとうございます。ありがとうございます。すごいお客さんの数ですね。はい、もう選手紹介からたくさんご来場いただいて本当にありがとうございます。はい、松本選手にこちらですね、ウィンビーのぬいぐるみにサインをしていただきました。後ほど場内の皆さんとじゃんけん大会で勝った方にプレゼントさせていただきたいと思います。いや、初日の1号艇というのはいかがでしたか？はい、緊張しましたけど、はい、今節のオープニングカードが、うん、はい、飾れて光栄です。まさに華々しくスタートを切ってくれました。それではレースを振り返っていきましょう。はい、新入は枠なり3対3、松本選手はスタート展示と変わらずインコース、はい、水面は穏やかでしたか？そうですね、はい、展示と変わらずにいい水面状況だったと思います。スタートはどうだったんでしょうか？スタートは、はい、全速ではいけました。うん、はい、ただ攻めてくる選手もいまして、はいはい、ちょっと初動が不安定で今もちょっとパタついてしまって流れてしまったので、はい、ちょっと吸い込まれちゃうかもと思ったんですけど、なんとか持ってよかったです。うん、回った後の雰囲気はどうだったんですか？回ってからが、はい、思ったより良かったと思います。はい、ジャニーマーク回ってからの、はい、ここ抜ける形となりまして、そうですね、はい、ここが思ったよりもしっかり押してくれてるなと思いました。はい、1走目の感想としてはいかがですか？はい、ちょっとよくわからない状況で、行ったんですけど、はい、今のレースで少し課題も見えましたし、いい部分もあるなと思ってそこを生かして、はい、8レースに生かしたいと思います。はい、ちなみに課題というのはどんなところになるんでしょうか？やっぱり初動の乗り心地というか、そこがしっくりきてないことですね。後半は8レース5号艇での登場となります。はい、どんなレースを見せてくださいますか？5号艇なんで、展開をついた走りができればなと思います。それではファンの皆さんに後半に向けてメッセージをお願いいたします。はい、今節一走一走一つでもいいレースができるように一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。1レースを勝ちました松本明恵選手でした。それではカメラサインをお願いいたします。はい、レディースオールスターの時は残念ながら見ることができなかったので、皆さんこの表情をぜひご覧いただきたいと思います。なかなか公開でこういうカメラサインというのはないですね。嬉しい。華々しくスタートを切りました。見事1号艇での勝利となりましたので、それでは松本選手スマイルも合わせて決めていただきましょう。皆さんからすごいという声がかかってます。ありがとうございました。ありがとうございました。